どうもこんにちは、お疲れ様です。暗号通貨ニュースの時間です。昨今ですね、 Facebook という SNS を中心にマイニング詐欺がまた急増してるんですよ。いや、先行き不安なのはわかりますけどもね、多くの方が不安を抱えたり、金銭的な、まあ、不安、不況ですよね。こういったものが加熱してきたりとかね、最近ではエネルギー価格の高騰ですとか、電気代が値上がりすることが決まったりとか、本当に私たちの、まあ、所得は増えないのに、負担ばかり重くなるというね。まあ、そんな中で、儲かりますよって話にはね、とても敏感になってくるわけなんですけども、もう完全にその時点で思考停止になってしまってね、自分の力で儲けるんではなくて、稼がしてあげますよっていう言葉にすごく人は弱くなってしまうんですよ。で、しかもですね、一定のスキルを身につけて、誰かに喜ばれてサービスを提供して対価を得るっていう風な形じゃなくてね、なんかわかんないけどお金増えますよみたいな話に人はもう完全に飲み込まれてしまうんですよ。それがまあ本当に思考停止状態ってやつで、これによって儲かることってのはね、ないわけなんですよね。で、最近私の方にもお誘いがあったんですけども、まあ例えばね、10万円が1日にして100万円になりましたと。これは完全合法でなんたらかんたらってやつなんですけどね。いちいち合法を歌わないといけないぐらい、何なんだよって話になると、あとはね、縁もゆかりもない人がなんで私にね、こういったメッセージを送ってくるのかなっていうところなんですよね。私がね、センスがないなと思うのは、私が何者かを知らずにそういったメッセージをね、送ってくる人のこの、まあ、愚かさですよね。で、こういった人がね、稼げてるわけないし、営業活動でうまくいってるわけないんですよ。ただあっちこっちにいっぱいメッセージを無作為に送って、反応があったところに対処するみたいなことを繰り返してね、で、中には間違えてね、10万円とか20万円送っちゃう人がいるんですよ。それがその人の稼ぎなんですよね。で、そう考えていって、で、その同じような話を連鎖させていってね、結局これは SNS でいうネズミ講なわけなんですよ。完全合法なわけがなくって、で、そもそも儲けさせる仕組みっていうのはなくてね、で、聞いてみるとそれはマイニングっていうわけですよ。マイニングって仕組み分かっとんのかみたいな感じで、ちょっとマイニングの話をね、させてもらうわけですけども、まあ私に比べて知識がないのは当たり前ですけども、なさすぎてね、どうしようもない人ですね、この人たちは。ハッシュレートって言葉すら分からずにやってるわけなんですよ。で、もちろんね、仕組みが分かんなくたってお金が増えればいいっていうのはそういう理屈は通るんですけどもね、まあでも、どういう形で儲かるのかっていうような安心感を求めてる人には、その不安を拭うことができないっていう意味ではね、全然サービスができてないと。それからやっぱりね、お金が増えるってことは、どっかのお金がそこに流れてるってことなんで、じゃあその資金はどういうふうにできてるんですかってことがやっぱり回答できないわけなんですよ。で、私なりにね、これを解釈すると、新しい資金を増えることをね、期待して放り込む人のお金があっちこっちに分散して、それよりも前に参加した人への報酬になってるという、まあこれ単純なポンジスキームなわけなんですよ。で、ポンジスキームの中でも最悪のケースですよね。まあこれに引っかかる人はもう引っかかっててくださいみたいな感じです。そういうのが好きでやってるんだろうから、まあいいんじゃないですかと思いますよね。ただやっぱりね、センスがないなと思う。本当に私のところにもこれを持ってくるのはセンスがないです。まあね、こういった案件をね、例えば Facebook とか SNS ってのは相手がどんな人なのか見えるし、その人の投稿でどんな知識レベルなのかね、それから富を持ってるのかってことが分かるわけじゃないですか。で、それすらせずにね、無作為に送ってくるあたり、まあ、あらゆる意味でね、営業マンとしても、投資家としても、大失格だな、というふうな感じには見えますね。まあ、とにかく、この動画をご覧の皆様、マイニングで稼ぐとか稼がないとか、まあ、そんな時代はもう終わったんでね、そんな話をする人っていうのがもう、笑っちゃいますよ。まあ、どっかにそういう話があるのかもしれませんけどもね。少なくとも、手元の資金がね、1000万もない人のところに、そんなマイニングで儲けますみたいな話が来るわけないですよ。それはまずは真っ先に私のとこ来ますよ、その話はね。で、何百万かなくしても文句は言わないし、それでいて投資資金はでかく持ってるし、で、しかもそういうことにね、意欲的な投稿ばっかり私の方はしてるわけですから、そのマイニングならマイニングの、末端の営業マンじゃなくて、もう、本家本元がね、やってきますよ。一緒にプロジェクトやりませんかって感じで。それこそ私の YouTube を通じてね、ご視聴されたいろんな国のいろんな CEO の方がマイニングなりね、ICO の案件はね、もう心配しなくてもどんどん持ちかけてくれてますんで、まあ、だから私がやらないってことはほとんどの人に対して言えるんですけども、やってもしょうもないってことなんですよ。まあ、厳選して厳選して
私の知識や防御力で取り組んだ案件がパーになることもありますんでね。うん、でも結局は生き残って、まあ、こういう風な暮らしをして、私は少なくともね、SNS のダイレクトメッセージで誰かに案件持ちかけたりすることなんて、まあ、そんなことはしないですよ。さあ、YouTube でちょっと話したら視聴者さんの方から来てくれますんでね。まあ、そういう風にこっちから押し売らなくても、こう、多くの人がね、問い合わせを寄せてくれるような信頼関係を作ってから、まあ、自分の案件を紹介するかどうかってことを決めていく順序であるべきなのかなと思いましたけどね。はい。ということで、儲かる案件に要注意ということでございました。私が発信してるものは大丈夫ですって言ったらね、私も怪しい人間に見えますけどね。まあ基本的には見抜ける目を持たないとダメですね。じゃあ、お疲れ様です。